錯誤行為、聞き違いや読み違いは、受ける側の願望を表している。愛されていると確信している人間は、どれほど大胆になれることか。人生は、個人にとっても人類にとっても、等しく耐え難いものである。長年にわたって女性心理を研究してきたにもかかわらず、回答の出せない問題は、女性が何を求めているかである。無意識の感情が死ぬことはない。それらは生きたまま埋められ、後に醜い形で姿を現す。言葉で諦めるものは、現実でも諦めるものだ。我々は、付き合う人を無作為に選んでいるわけではない。潜在意識の中に、すでに存在する人を選んでいるのだ。人間は、都合の悪いことは、都合よく忘れるものである。人生の目的に対する疑問は、無限と言ってよいほどにしばしば提出されてきているが、ついぞ満足できるような答えが与えられたことはない。大人になるということは、曖昧さを受け入れる能力を持つということなのだ。生きる意味や価値を考え始めると、我々は気がおかしくなってしまう。生きる意味など存在しないのだから。最初に言葉で譲歩すれば、その次にはだんだんと事実についても譲歩してしまうものだ。あなたの強さは、あなたの弱さから生まれる。人間は自分のコンプレックスを除去しようと努めるべきではなく、それと調和を保つように努めるべきである。断念の仕方さえ身につければ、人生は結構楽しい。エネルギッシュで成功する人間は、欲望という幻想を現実に変えることに成功する人間である。文明というものは、怒った人間が石の代わりに言葉を投げつけた時に始まった。些細な事柄では頭脳に頼りなさい。大きな事柄では心に頼りなさい。夢は最も狂っているように見えるとき、最も深い意味を持つことがある。恋に落ちているときほど、苦痛に対して無防備であることはない。子供の遊びの動機となっている願望は、結局は大人になりたい、大きくなりたいという願望である。この願望は、子供を教育する上の助けになっているものなのである。否定と出会うことが出発点である。犬は友を愛し敵に噛みつく。人間とはまるで異なる。人間には純粋に愛する能力がなく、常に愛と憎しみを混合してしまう。人を動かす欲求は二つしかない。一つは性欲、もう一つは偉くなりたいという欲求である。成熟とは、喜びを先延ばしにする能力である。妻に話を聞いてほしいならば、他の女性に話しかけてみることだ。妻は全力で耳を傾ける。衝動のあるところに自我を荒らしめよ。非常に強い悲しみというのは、時間が経つと薄らぐだろう。しかし、失われたものの代わりというのは、絶対にありえない。どんなに心の中に開いた穴を埋めようとしても、また埋められたと思っても、絶対にそれは最初のものの代わりにはなりえない。思考とは行動の予行演習に他ならない。自分の不甲斐なさを自分で判断する前に、まずは自分の足を引っ張る人間が周りにいないかを確認するべきだ。猫と過ごす時間は決して無駄にはならない。夢は現実の投影であり、現実は夢の投影である。心とは氷山のようなものである。氷山は
その大きさの7分の1を海面の上に出して漂う。ユーモアというものは、基地や滑稽と同じく、何かしら我々の心を解放するものを持つのみならず、何かしら魂を抑揚させるようなものを持っている。人間として大事なことは、愛することと働くことである。忘れるのは忘れたいからである。恋愛関係が最高に高まったとき、その状況にそれ以上興味を持つ余地がなくなってしまう。道徳のある人間は、悪人が現実世界で行ってしまう物事を夢の中だけに留めておける。対象そのものからは喜びをほとんど見出せず、対比してやっと本当に喜びが見出せる。私たちはそういうふうにできている。自ら進んで求めた孤独や他者からの分離は、人間関係から生ずる苦悩に対して最も手近な防衛となるものである。たくさんの失敗を重ねてみて、初めて真実の全体像が見えてくる。自分に対してとことん正直になること、それが心身に良い影響を与えるのである。人間に善良さを見たことはほとんどない。私の経験では人間のほとんどはクズだ。自分に完全に正直でいることは良い修練になる。言葉は魔法のような力を持っている。言葉は大きな幸福をもたらすこともできるし、落胆させることもできる。教師が生徒に知識を伝えることもできる。インスピレーションが湧いてこなければ、自ら迎えに行くまでだ。もがき、苦しんだ日々はいつか最も美しい思い出になる。秘密を守り通せる人間はいない。口を固く閉じれば、今度は指先が喋り出す。全身の毛穴から裏切りがにじみ出るのだ。人は不快な記憶を忘れることで自己を防衛する。自分自身と比較すべきなのは過去の自分である。そしてこれから超えなければならないのは今の自分である。ほとんどの人間は実のところ自由など求めていない。なぜなら自由には責任が伴うからである。みんな責任を負うことを恐れているのだ。美というものには具体的な使い道はなく、明確な文化的必要性も全くない。しかしそれなしでは文明は成り立たない。人はそれぞれ自分で幸福になる方法を実験してみなければいけない。あらゆるものの中心に愛を置き、愛し愛されることに至上の喜びを見出せたとき、幸福は訪れる。夢は願望を満たされたものとして我々に示すことによって、ある意味では我々を未来の中へと導いていく。愛情をケチってはいけない。元では使うことによって取り戻せるものだ。